リンゴの話題です。澤田さんはリンゴを買うときとか食べるとき、何を基準に選んでますか？やはりどうしても見た目というのは大事になってきますよね。色が濃く色づいてたりとか、こうツヤツヤしてると美味しそうだなという印象を受けますね。私も基本的にはそうなんですけども、この後澤田さんのリンゴの選び方が変わるかもしれません。皆さんがお店で手に取るのは全体が均一に色づいた赤いリンゴですか、それともこのような少し色ムラがあるリンゴでしょうか。こういう白いとこあるんですけれども、葉とタの全体が赤いリンゴよりは全然味が上です。リンゴも色ではなく、色っていう見た目ではなく味、中身でしっかりと判断いただく。これまでの概念を覆し、全国に販路を広げるリンゴの新たなブランドを取材しました。訪れたのは平川市の桑田久樹さんのリンゴ畑。収穫しているのは早生富士系統のほのかです。こちらは少し色ムラがあるハトラズリンゴ。太陽の光が当たることで色づくリンゴ。店舗によく並んでいる赤いリンゴは、リンゴの周りの葉を取り除くことで光を当たりやすくして栽培しています。一方、葉取らずリンゴはその名の通り葉を取らずに栽培するため色ムラはできますが、メリットもあるということなんです。こういうふうに葉取らないとやはり、白い部分があるんですけれども、やはりまた葉っぱ生きているうちはちゃんとここで養分作ってますんで、このリンゴに養分が吸収されて、味の濃い美味しいものになります。桑田さんは葉取らずで栽培することで美味しさがアップするだけでなく、リンゴの自然落下や鳥の食害も減るといいます。リンゴ生産者の方々はみんな理解はされてると、そうなんですよだけど結構出回っているのは葉取らずじゃない、こう葉を取ったものが多いじゃないですか。そのあたりはどんな理由があるんですか。やはり、こういうふうに色づきないとこがあると、流通の過程でやはり確率的なものでないので、羽とか等級が落ちてしまうと。ちょっと見た目が重視されるところが。そうです、今までそうです。でも味は負けてないわけですよ、負けてないというかよりいいわけですよ。味はかえってこっちが格段に上です。収穫したばかりのハトラズリンゴをいただきました。食べてます。いただきます。そろそろかなと思ったんだけどね。めちゃくちゃ美味しいですね。ですか。なんか甘みもたっぷりある感じがしますし、食感もいいですね。なんかこうシャキッと。そうです、それもありますよ。収穫時期が遅い晩生種に比べると柔らかいと言われる早生種でも、葉取らずにするとパリッとジューシーな食感になるということです。さらに葉取らずにすると美味しくなるというのもあるんですけども、農家的にはやはり労力の軽減はだいぶ助かるんで、しかし桑田さんにはこんな悩みが。葉取らずという名前が少しイメージ的にネガティブイメージがあるんで、葉取らなくて終わったリンゴでしょうみたいなイメージがある人もいるので、少しおしゃれな名前をつけた方がいいんじゃないかとそこで先月誕生したのが、葉取らずリンゴのブランド、葉の花です。葉取らずリンゴっていうところを農家さんから取り扱ってほしいという声を昨年から多くいただいておりまして、全国に農産物の販路を持つ日本農業が生産者の要望を受けブランドを立ち上げました。各地で開催する試食販売会では手応えを得ているようです。この時期にこんな美味しいリンゴあるんだっていうような評価をいただくことがありまして、この好評ぶりから日本農業では生産者からリンゴを受け入れるときに支払う生産単価を葉取りと葉取らずでほぼ同額に設定しています。やっぱり世の中
人の多様性とか叫ばれてる中で、やっぱり見た目で判断するんじゃなくて本質を見てやっていこうと、まあ、これがリンゴの中にもあってもいいんじゃないかなと考えてまして、固定概念というか感覚のところをこのハノカのブランドを通してイメージ変えていければなというふうには今考えています。ハノカはさまざまな品種のハトラズリンゴをリレー戦略で年間を通して販売していく予定です。いや、見た目じゃなくて本質をというのは、はい、人間だけじゃなくてリンゴにも当てはまったんですね。そうですね、最後の、ね、コメントがちょっと刺さりますよね、はい、固定概念変わりました、はい、ただハトラズの栽培の方が美味しさがアップするというのは、はい、完璧に見た目で私判断してしまったかなと思ってちょっと反省しました、はい、なんでちょっとね手間をかけていないように思われるんですけど、あれの方が美味しくて、しかもなり手不足の中、はい、やっぱりその手間を省いていくというのが生産者さんにとってもメリット、しかもそれで美味しいものが届けられるとなると、これはかなり広げていった方がいいですよね、はい、そうですよね。中井さんももぐもぐ止まらなかったですもんね、はいはい、私の食べた時のねパリッという音も聞こえました、はい、よかったですね、私も食べたくなりました、はい、結構いい味わいですので、皆さんぜひハノカ、ハトラズリンゴのブランドになってますので、ぜひ皆さんも知っていただいて食べていただいて、いろんな人に美味しいよっていう話がね、していただけると助かります、はい、ということで皆さんハノカをお楽しみください。